佐賀の観光鉄道 SK100 景客車は1991年に、時2万5 0 0過車から3両が改造された佐賀の観光鉄道のトロッコ列車用お客車である。本校では、SK100 型と編成を組んで使用され、機関車を遠隔制御する運転台を持つ、佐賀の観光鉄道 SK200 景客車、オープン構造の佐賀の観光鉄道 SK300、 計客者についても合わせて記載する。1989年3月に、西日本旅客鉄道32本線佐賀駅、馬堀駅間が、電化準備及び伏線化のため新線に切り替えられ、1899年開業の9線は廃線となった。一方、JR 西日本車内には、経営基盤確立を目的とした、 全区別経営改善推進チームが1987年11月に設立されており、山陰本線については急線を活用した活性化が検討されていた。また、地元を中心に急線の運転再開の要望が強く、JR 西日本の子会社として設立された佐賀の観光鉄道によって1991年4月に、 日本初の観光専用鉄道佐賀の観光船として復活した。運転再開にあたり、時に万五千経過車の台車、台枠を流用し、車体を申請したトロッコ型客車4両が準備され、手重軽機関車を動力車として常時佐賀駅方に連結する運転形態が取られた。客車4両のうち2両は窓を設けない、開放構造の中間車、 SK100 から1、2、1両は客室に窓を設けた中間車、SK100 から11、1両は馬堀駅方線等に連結され、機関車を遠隔制御する運転席を持ち、客室に窓を設けた SK200 から1となった。車体塗装は平安ロマンをモチーフとし、壮歌にアールデコ風のデザインが描かれた。座席には奈良材が用いられ、 SK200 から1の運転席直後以外はボックスシートとなった。好調な利用実績を受け、1998年には側面に格子状の柵を設けるなど、より開放的な構造を採用した SK300 から1が同じく時25000型からの改造で追加された。SK300 から1にはザリッチの愛称が付けられた。2000年には SK100 系、 SK200 系全車に対し、窓付きだった2両は、開口部を拡大し、他の2両とともに上側に、固定窓、下側を、加工窓とする改造を施し、全車ほぼ同様の外観となっている。SK100 から11登場時の姿4両とも、JR 西日本時25000系の台枠、走行装置を流用し、車体は、申請された。SK100 から1、には、 開放構造の車体で側窓なし、SK100 から11、SK-200 から1は、建築用のサッシを使用した窓を持つ密閉型の車体で、密閉型の2両は屋上2機三35系、機動車より発生した通風機を1両あたり3台備える。SK300 から1は、より開放的な構造となり、屋根の2、3を強化ガラスとし、側面と、 座席部分の床面を格子状としている。五両とも平安ロマンをモチーフとした塗装が採用され、車体全体は平安の王朝色であるロ色、山吹色でまとめられ、倉庫にアールデコ風の黒の模様が入れられた。SK200 から1のトロッコ、亀岡駅寄りには、機関車を遠隔制御する平面ガラスで構成された展望室タイプの運転台が設けられた。 運転台には制御用機器に加え、速度計、圧力計、ATS-SW 型機器が搭載され、運転台中央上部には、前照灯と、後部標識灯が設置された。側面片側一箇所に、速度検出装置付き度締め装置を備えた、乗降用の扉が設けられた。 乗降用扉及び都平機械は50系客車の発生品を使用し、どの車両からでもドアの一斉操作を行うことができる。車内には、奈良材を圧縮、何年加工を施した材料で作られた、木見町の4人がかりボックスシートが、SK100 型では16組、SK200 型では14組配置され、SK200 系の運転台直後は2人がかり、ロングシートとなった。 s k 三百型も同様になら材のボックスシートを備えるが、扉付近に車椅子スペースを設置したため、十六組のうち一組は二人がかりとなっている。道具類はレトロ感を出すため全車白熱灯と,落とされた。s k 三百から一の t r 二百九台車台車は、トロッコのイメージである、ゴツゴツした乗り心地を残すため、あえて主車のベッテンドルフ台車 t r 二百九系が、 流用され、連結機も、あえて勇敢の大きい波型連結機が使用されている。制動装置は自動空気ブレーキである。保守の容易化のため客車には電源が搭載されず、電力は機関車に搭載されたバッテリーから供給される。SK200 系の運転台から遠隔制御するための引き通し線が床下に設置されている。SK200 型には釣り空気ダメ。 供給空気ダメが設けられている。2000年2月25日付で、SK100 系、SK200 系全車のリフレッシュ工事が、JR 西日本テクノスで施行された。密閉構造だった2両は、開口部を拡大するとともに上側固定、下側加工の窓を設置、開放構造だった2両にも、同構造の窓を設置、従来の外反の外にもう一枚外反を取り付け、 その間に窓を落とし込む構造が採用され、全車ほぼ同様の外観となった。開放構造だった2両の屋根状にも通風機が取り付けられた。SK100 から11の扉付近には車椅子スペースが設置されたため、定員が4名減少した。お披露目展示会でのトロッコ列車保津川橋梁を渡る、佐賀の観光鉄道の列車山陰本線佐賀駅、馬堀駅間は、 京都鉄道の一部として1899年8月15日に開業した際に建設された路線を使用していたが、電化準備及び複線化のため1989年3月25日に新線に切り替えられ廃線となった。旧線は車窓景観が良かったことから復活の要望が地元を中心に強く、JR 西日本車内に1987年11月に 設立された経営基盤確立のための線、区別経営改善推進チームでも山陰本線の活性化のため急線を活用する検討が行われていたことから、JR 西日本の子会社として、佐賀の観光鉄道が設立され、トロッコ、佐賀駅トロッコ、亀岡駅間 7.3km の運行が1991年4月27日に再開された。 運転再開にあたり、JR 西日本からで1 0ディーゼル機関車1両と、時2万5000系、貨車4両を譲り受けし、機関車は塗装変更、貨車はトロッコ型客車に改造などの整備が行われた。客車のうち2両は窓がない開放構造だったため、運転時はアクリル板を窓代わりに取り付けていた。両端域ともき回し線の設備がないため、常にトロッコ寄りに、 機関車を連結した編成で運転され、トロッコか目を行きとして運転される際は、SK200 型に設けた運転席から機関車が遠隔操作される。観光を主目的とした路線であることから、観光客が訪れる時間を中心に1日8往復が運転され、当期2ヶ月は車両整備などのため運休となる。水曜日は運休だが、観光シーズンには、 水曜日も運転され、臨時便が運転されることもある。開業当初は年間輸送人員22万人程度と予想されたが、毎年60万人以上が利用するなど好調な実績を上げたことから1998年より、開放的な構造を採用した SK300K ザリッチを増備している。全車指定席として運転され、前売りも行われるが、s k 三百型は、 構造上項展示には乗車できないことから運行当日に指定席が販売される。1999年末の運休期間に開業時からの4両について窓の改造が行われた。観光シーズンには当日券が午前中に完売するほどの人気路線となり2013年には年間輸送人員が100万人を超えている。2015年には 年間123万人を輸送、乗客の1、3を日本人以外が占めている。SK100 から11車内に設置された、ダルマストーブ2015年3月からの試験運行を経て、同年12月から、当期は3号車、4号車の座席を一部撤去し、ダルマストーブを設置したストーブ列車として運行している。佐賀の観光鉄道 s k 三百0客車に関する、 カテゴリー、ありがとうございます。